はい、それではですね、こちら地中熱ヒートポンプのブースとなっております。はい、すいません、じゃあどういった商品かご説明いただけますでしょうか。地中熱ヒートポンプっていうのは効率がいいっていうことでもともと注目されていた商品。再熱方法がこちらの図であるみたいに、はい、地面に100メーターとか穴を掘って、はい、その中にこちらの再熱管っていうものを、この青いパイプですね、はい、はい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 、でそれをこう入れて埋め戻しするというか、でその地面の中の熱をこう集めて伝わってくるものを再熱するっていうのが地中熱ヒートポンプの基本的なやり方だったんですよ。はい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 、これが既存のやり方ってことですね。そうですね、これだと専門業者がこうボアホールを掘るって機械を持ってないとできないですけど、うんうんうん、それだとかなり施工費が高いんで、うん、熱の取り方を工夫してっていうところで、はい、地面にある程度深さの穴を掘って、はい、その中に水平に配管を埋めて地面から熱を取ろう。はいはい、こういう浅いところだと熱は取るんですけども、うん、太陽の熱でまた回復してっていう風な、それでこう毎年繰り返して取れるみたいな、こういうのがこれに変わる方法としていろいろ考えられてきたんですけれども、はい、こういう水平のっていうのは重機さえあれば掘って埋めるだけですから誰でもできるっちゃできる、うんうん、そっかそっか。ですけどやはりこういうのっていうのは一般住宅の限られた土地の中でこうやって地面に埋めて熱を取るっていうのは、うんうん、それはちょっと難しい話。で、なおかつ、ボアホールで穴を掘ってっていうのも金額的にやっぱり高いんで、地中熱ヒートポンプっていうのはいいっていうのは分かってるんですけど、うん、熱を取るためにする工事が高いから、うん、っていうかね、仕込み出しはいいんだけど、うん、なかなか広まらないっていうのが今まで。そういうところの解決策として、はい、融雪層って地下水を汲み上げて、はい、それをこうシャワーみたいにして雪にかけて溶かすっていう方法、はい、うんうんうん、だからまあ地下水っていうのは場所によって10度以上は確実に出るんですよね、高い温度が。あ、そうなんですか。はい、へー。だから仮に一般の家庭で雪を溶かすってしても、うんうんうん、1時間あたりの雪を溶かす能力としても4トンダンプ1台分ぐらいは溶かす能力があるんで。そんなにあるんですね。それぐらい優秀なんで普及はしてきてるんですけども、はいはいはい、まあ、そういうのにちょっと目をつけて、うん、せっかくそうやって地下水を汲み上げる仕組みがあるんだったら、うん、それに融雪層プラス再熱としてできないかなっていうところです、うん、まあ、まさにこれですよね。そうですね、まあ、これは、はい、あのちょっと模型なんでスケールダウンしてるんで、うん、実際には1メーターちょっとぐらいの大きさの高さが500ぐらい、うんうんうん、ボアホールで再熱するっていうのは、うんうん、最初のうちは地面に熱があるからある程度取れるんですけど、はい、ちょっと時間が経つとやはり地面が冷えてきて、うんうん、連続してこう伝わってくる熱っていうのは限られてるから、うんうんうん、いい条件でプラス0度ぐらい、だから0度からマイナス5度ぐらいで温められて戻ってくるってでもそれぐらいの温度なんですよね。でそれに対してこちらは地下水、冷えれば自動的にセンサーが働いて、はい、組み上げて温度を保つんで、だいたい7度ぐらいをキープするような仕組みの運転の仕方をするんですね。あ、で段違いですね。まあ、そこにも効率の話を書いてあるんですけど、はい、うんうんうん、電気1に対して熱エネルギーが3、足さると4。だから電気は小さく、自然エネルギーは大きくっていう風な形ですよね。うん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 、だから、まあ、もともと地中ヒートポンプではかなり効率が高いんで、そういう注目度があって、で国は地中熱ヒートポンプに対しての補助金だったりとか、はい、いろいろなその特典がついてるような仕組みにもなってはいるんですよ、うん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 、ですけど一般家庭に普及しないっていうのは先ほど言った、うん、コストの、その、いや、確かに確かに、それを観点を変えて考えれば融雪をつけますよっていうお客さんであれば、うん、あ、じゃあこういう熱交換器をプラスすることによってそれだけ効率のいい機械なり暖房設備ができるんだっていうふうになればだいぶ話は変わってくると思うんです。そうですよね、導入しやすくなりますよね、なるほどな。本当にやっぱじゃあこういう自然のエネルギーっていうのをやっぱり利用してよりエコにって言ったらあれですけど、うん、そういったところにこの動画を見た方でやっぱこの地中熱、うん、気になった方いればぜひね、ちょっとあの調布さんの方にご相談でもいただければなと思いましたね、はい、じゃあこちらですね、地中熱ヒートポンプのブースのご紹介でした、ありがとうございました、はい。